小林雄也を演じました濱田龍臣です。吉田夏希を演じました浅川奈々です。はい、今回、はい、福岡で1週間ほどのまあロケでしたけど。そうですね、はい。うん、まあ、あのキャストさんたちもこう年代が近い方が多くて、すごく楽しく、あのまあ主演として頑張らなきゃなというあの気持ちでやらせていただいてましたが、浅川さんはどうでしたか？いやもうね、本当に頼もしい座長と素晴らしいキャスト、そして温かいスタッフの皆さんとですね、福岡連拍手17、はい、17作目ということ で、 まあ、すごく純粋な、可愛らしい、ピュアピュアな、そんな作品になってるんじゃないかなと思いますし、結構なんか年代が広いじゃないですか、高校時代からこう見て分かる通り、ちょっと大人になった姿とかも見れたりとかするので、まあね、この作品を通してちょっとでも成長した姿を見せれたらいいなと思いながら、夏希としてマドンナをさせていただきました。マドンナです。ヒーローとマドンナです。楽しかったね。楽しかった。しかもあの今回また今までの福岡恋愛白書ではちょっとなかったような展開も見られるらしいということですので。そうですね、はい、ちょっと新しい福岡恋愛白書になってるかと思います、はい。ということで福岡恋愛白書17、ぜひご覧ください。